ヒロミさんのことももちろん好きなんですけど、この感覚も好きです僕。いつまでもこういう緊張感というか、なんかそういうのってどんどん薄れていって、やっぱり大人になるとあんまりなくなってきちゃう、うん、でもヒロミさんに会えたりするとちょっとこうその頃の僕もおはようございますって思える感じとかが好きな感覚です。めんどくさくない俺。めんどくさくない。ヒロミさんはめんどくさくないです。ほんと？イルジって俺めんどくさいって思ってんだろお前。いやたまにですよ。そんなそんないつも思ってないです。ね、こいつらはね本当にそのガヤの時でもこう可愛いのはこの感じをね言う子がねあんまりいないんだよね。いないんですか？いやいないのよ。いないっていうかやっぱり、うん、みんな気遣ってくれるじゃん、なんか。だけどカネチとかだけはお前どうなんだったらいやめんどくさいっすねとか。言うんだよこいつが。あまりだけですから、そんないつもは全くです。だからねそれはね面白いなと思う。もう新世代だよね。そういう人は減ってきましたか？減ってきましたよ。やっぱりほら芸能界の人意外とこう